はいどうも、藤根 130kg です。ちょっと普段引かないんですけど、ダウンタウンの一番くじ引きに行ってみたいと思います。まっちゃんのね、あの松本のあのめちゃめちゃかっこいいフィギュア、あれなんかちょっとテレビで見た時から欲しいなと思ってて、ちょっとせっかくなんでね、今から行ってみたいと思います。で今回ね、妹もすごい欲しがってたんですよ。だから1個しか引けへんかったら妹にあげようかなと思います。で2個引けたら自分の分もで開封するみたいな感じにしようかなと思ってます。ちょっと楽しみなん で今日あと裏でね、五等分の花嫁、裏って言うと怒られるかもしれない、五等分の花嫁の方のくじも開催されてるんで、なんかあわよくばそっちもね、あのちょっと見つつ状況良かったら引いてみたいな感じで攻めようかなと思ってます。よっしゃ、とりあえずね時間ないんで行ってきます。だいたい10時から始まるんで、1人10回までいらっしゃいませ。A 賞ってまだ残ってますか？ちょっとまだ分かりません、はい。じゃあ10回で。10回。はい、はい、かしこまりました。じゃあカードで。はい。はい。こちらに一度並べていただけますか。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。はい。はい、どうぞ、はい、よし、じゃあ引いてきます。お待ちですので、はい、並び直しとかなしですか？もういや当たらんねえ。浜田バスタオルだけ当たった。まあまあまあ、よし、ちょっと次の店行ってみます。もう一番くじって終わっちゃったんですか？もう終わっちゃいました。あ、そうですか。じゃあアイスコーヒー一つ。はい。マジか。今ね3店舗ぐらい回ったんですけど全然なくて、あのまだ時間ね11時になってないんですけど、ほんまに一瞬でこの辺売り切れてるみたいです。やばいな。しかもね、狙いに来てる人たち1人で来るんじゃなくて2人3人で連れてきて、ちゃんとね戦略考えてきてるんで、これはやばいな。ちょっと時間ないんで探しに行きます。ちょっとだいぶ不利な状況になってしまった。ここまでね盛り上がってるとは思わなかったんで、ただちょっと松本フィギュアね生で見てみたいんで、ちょっと頑張って探しに行きます。はい、今4店舗目到着しました。今外から見る感じまだ残ってるんで、多分今セットした直後な感じですね。なんでちょっとすぐ引きに行きたいと思います。これちょっと若干ずれて開催してくれる感じは本当に助かります。お願いします。あのガキ使のやつを、はい、10回で、はい、10回で、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、はい、はい、ありがとうございます。はい、また A が1つ、はい、ということで合計ね20回で A 賞1個目ゲットすることができました。あの1店舗目ね本当に人気でもう無理かなと思ったんですよ。
あの自分以外にも犯人グループ1つと1人グループ1人で自分とその後ろにも2人並んでて合計6人ぐらい来てたんで、もうねこれぐらい人気だったらもうこの店舗で終わりかなと思ったんですけど、まさかの松本ゲットできました。はい、やった。いやめちゃめちゃ楽しみな、これじゃちょっと。よし、ちょっと予算がね余りましたね。松本を引けちゃってもうないんで、5等分の花嫁のくじにも挑戦したいと思います。80本中10本がフィギュアショーっていう、だからいけるんじゃないかなっていう感じです。10回勝負ぐらいでできます。やってるやってる。5回でお願いします。はい、1、2、3、4、5。はい、はい、K H K G。 はい、上から行くか。3、4、5。はい、はい、L。 はい、だいぶ当たりやろう。10回で2個フィギュア来た。はい、ってことで帰ってきました。だいぶ良かったんじゃない？これやったわ。これほんまにもうあの店で引けてなかったらその周りの店舗全部売り切れやったんで、めちゃめちゃ良かった。運良かったです。うわーかっこいい、この筋肉エクいな、これ。このまっちゃんの最終形態のフィギュアゲットしました。これ一時期なんかネットの方でなんか3万ちょいぐらいまでの値段で取引されてるぐらいね、なんか高騰してたんで自分で引けてよかったですね。今もちょっと押してるかもしれないですけど。でこの10回でまあフィギュア2つなんで運いいんじゃないですかね。一応まあダウンタウンのね、このガキの使いの一番くじの方でこのハマリザバスタオルっていうね、これめっちゃ面白いな、こういうの当たったんでだいぶ良かったかなと思います。もう今日はもうだいぶいいんちゃう？30回でこの結果やったらもう大満足です。よし、じゃあせっかくなんでね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、今パーツ出したんですけど、これすごいな。結構しかもね、思ってたよりボリュームありますね。ちょっと組み立てていきます。はい、組み立て終わった。これすごくない？これめちゃめちゃかっこいいやん。なにこれ、ドラゴンボールより筋肉ある作りしてますね。うわーすごい。足の指から、さすが岩倉さん造形ですね。あのブロリーに似てるな、体の作り、筋肉の作り方が。あの以前一番くじで出たブロリーの A 賞とラストワン賞があるんですけど、その岩倉さんが作ったブロリーに造形似てますね。いや、すごい。あ、めっちゃすごいわ、これ。面白い。正面から見てもね、こんな感じでもうめちゃくちゃ筋肉質なんですけど、すごいのはこの横から見た時の分厚さ。これもう人間の体じゃないわ。横側もちゃんとまっちゃうんですね。ほら、これ。うわ、ぐわー、ごっつ、こっちが正解か。こっちの横からの眺め最高ですね。で背中も見てみましょう。うわー、さすがロットの中にね2本しかないだけありますね。もうめっちゃ豪華やわ。造形にも塗装にもこだわったって感じしますね。髪の毛も結構ほら造形が細かい。うわーかっこいい。めっちゃずっしりしてていい感じやわ。はい、こんな感じで、ちょっともうね、フィギュアレビュー適当になっちゃったんですけど、いや、これね、ちょっと、どうしよう、これ妹に1個しか引けんかったら送る約束してんねんな。
ちょっと考えます。